33元堂は平忠盛が後白河法皇の御子守を奉じ建立いたしましたもので、御本尊は千里観音の座像におわします光景の作でございます。御本尊の左右に一千体の観音像を安置いたします。これがいわゆる身代わり観音運慶の作でございます。東志屋で名高い矢場は御堂の裏庭にありまして、三十三元堂と申しましても実の件数は66件、この矢場は従ってそれだけの長さがあるわけでございます。潮の家臣和佐大右衛門というお方がこの66件の大矢場で宗屋数9000本、うち6200本という投資屋をなされ、前代未聞というので日本創一の名誉の額を挙げられました。ところがその翌年、石受けの神星野勘左衛門重則という方、三十三元堂の矢場に立って明けむつから暮れむつまで宗屋15,542本、うち投資屋実に8000本、和佐大右衛門の6200本を超えること1800本という実に驚くべき手並みのほどを表したのでございます。かくて大右衛門の額は下ろされ、代わってこの星野勘左衛門が日本創一の額を上げました。ところが一方、まことに収まらないのが紀州藩、ことに血の気の多い連中が黙ってはいない、とうとう反論を動かして再び和佐大右衛門を三十三元堂に送り、日本創一の栄誉を紀州藩の手に取り戻せということになった。大右衛門はすでにこの時50の坂を越しておりましたが、藩名も出しがたく、精魂を込めて投資屋を試み、よく7300本を投しましたが、ついに星野の8000本を破るあたは不面目を恥じて滑覆して相果てました。投資屋はついにここに至って地を見たのでございます。以来5か年、星野の8000本に立ち向こうものとてございません。しかるにおのおの、先月突如寺社奉行を宛てに投資や許可の願い状を差し出したものがございます。何者とおぼしめす。和佐大八郎、当年とって17歳、いかにもまさに5年前志を果たし得ずして自ら無念の刃に命を絶った和佐大右衛門の忘れがたみでございます。ちょっとごめんやしや。えらい商売じゃないか。うちの大八郎さんが辻公爵人まで働いてはんで。今頃何やってはんねん。あてらはもう10日前に聞きましたよ。そうか。そのくせご本人の大八郎さんがこの小松屋の奥座敷に5年間もお住まいとは誰一人知らへん。大八郎さんが表を歩いても誰一人これが評判の和佐大八郎を取り替えるもんもあらへん。これが今に創始者の日が来て日本創一の額を上げてみながれ、いっぺんに天下の和佐大八郎だよ。そうなったら俺かて形見はぐっと広うなろ。5年間三度三度の食事を作ってあげた板前の清次郎さんではあの人かいなちゅうことになって。何言ってんねん。そうなったら誰よりも褒められんならんな、お嬢さんやがな。おかみさんはそれはお前当たり前すぎて今さら話にも何もならへんくらいやけど。大体あんたらがお嬢さん捕まえておかみさんっていうのからしてあっては気に入らんねん。そうかて。そう呼べってお嬢さんが言わはってよってにって言うやろ。言われたからって陛下しこまりましたって呼ぶもんの気がしねんわ。どこから見たかってあれが宿屋のおかみさんってお人柄かいな。まあ、失してはることを認めやす。日本国中金のわらじで探して歩いたかってあんな立派な女子はんはいてはらしめへんで。ご先代が亡くなりはってこの大屋台をたった一人でしょって立てはったのが17の時とって。貧乏ゆるぎもさせんと。そしてあの大八郎様を引き取らはって、それも親類縁者というならともかく、たった2年間行儀見習いに上がったお屋敷の坊ちゃんというだけが関わりやぞって。それから5年間お嬢様のご苦労はみんなも知ってはるか知らんけど大変なもんぞしたえ。今でこそ大八郎様も愛してしっかりおしやして弓も名人になりはったけどな、小さい頃はそりゃ子供早よってに無理もないやろけどな、弓の稽古を嫌がりはってな、お嬢さんを困らせたことにあったか知れんのどって。それをなだめたりすかしたり泣いて頼んだり、その頃のお嬢様のご苦労を思うたら大八郎様も石にかじりついても今度は日本創一の額をあげんならんところどって。ほんまにまたお松のおしゃべりが始まってるんだね。おかえりやす。
八郎様？まだお帰りやおへんけど。そう。お千代さん、今日はどこのお参り？岩清水の八幡様。それに今日はお百度までお踏みをしたんだって。ほんなら八幡さんから吉見様のお屋敷にお参りにならはったんですか？大変どしたな。そりゃお疲れどしたやろ。それよりも吉見様のお話というのが気にかかることだったんだよ。何か大八郎様のことですか？大八郎様の投資屋に邪魔を入れようと尾州家のある方が浪人どもを手なずけているという噂なんだよ。まあなんて卑怯なことです。私もまさかとは思うんだけど、こんなに日が迫っている時に万一間違いでもあったらそれこそ取り返しのつかないことになってしまうからね。こんなことになろうもんなら5年間のお嬢様のご苦労がそれこそ水の泡になってしまうもんですもんな。私の苦労なんて。それより大八郎様のご精進がやっと実を結んでもう大丈夫という大腕前におなりになったのに、そんなことでせっかくの投資屋ができなくなった。それこそ私が大旦那様になんとお詫びの申し上げようもないことだからね。もうおやめですか？何本取った？5,060本です。5,000。勘左衛門の8,000本に5,000か。大八郎様、一体どうしやしたんだって？何が一体どうしたというんだ？いえ、あなた様はこの頃何か心に屈託があるに違いおへん。この人命に隠そうとおしやしてもダメだと。この頃のこの荒れ方はただごとやおへん。昨日もおとといも5,000本まで行きまへんでした。8,000本を楽に通しておいてやしたあなた様が。黙れ！こういうことには波というものがあるんだ。下がって上がり、また下がって上がり。違います。この何年もの間おそばについていた人兵衛にそのくらいなことがわからんでどないします。大八郎様、お願いぞ。どんな屈託か存じまへんが、この人兵衛に打ち明けておくれやす。この頃毎日8,000本の8,000何百本のとおかみさんに嘘の数をお知らせして何も知らずに喜んでおやすのを見る。つろうてつろうてたまります。どうせこんな老いぼれじ相談のしがいもおへんやろうけれど、お役に立つならこの命に変えても。バカ、何もわしは何もそんな。大の男が言ってたかって、青二座一人捕まえられないなんて。お侍さん、弓どうです？弓？お上手どうしたの？弓は嫌いだ。何？弓が嫌い？人殴
中で恥ずかしくもなく表芸を嫌いだとほざきよる。見受けたところ下地侍の小せがれらしいが、そのような六の巣を皇帝を吹くから我々のような真の武士が老老の浮き身を見ることになるんだ。人中で淵離れの愚痴を並べるのが恥ずかしくないのか。何に待て。を背負って向こうから飛び込んできよったの。おい、殺すと面倒だ。片腕だけでいいぞ。ね、おふみ喧嘩どうしたろう。お母はん嫌やな。ちょうどお客さんもないよってに、もう店閉めましょうか。それがええな。女ばっかりの店は物騒な晩には早じまいに限る。大八郎様、すまん、水を一杯くれ。もしや喧嘩はあったはんや。どんなことをした。大事な日が近いというのに、なんで喧嘩しなはったんだ。ほんまにおかみさんが聞かはったら、どない心配しやはるか知れまへんね。どうしやしたんだ。じゃあダメなんだ。どうしやなんかとてもできそうもないんだ。何を言いやす。大八郎様、おふみとも話してたんだけどな、あんたさん近頃ずっと様子が変わっておいで。どうしたい。なんか心の内に屈託がでけて一人で悩んでなはるのと違いますか。それをお絹さんやジンベはんに聞いておもらいしまへんのどす。絹やジンベに言えることじゃないんだ。そんなことってあるもんどすか。あれほどあんたはんのことを思い、あんたはんのために何もかも捨てて。それがたまらないんだ。お絹やジンベやみんなの心づくしがわしを押しつぶすんだ。何を言いやすの。こんなにされていて、もし投資をしくじったらどうなるんだ。投資屋をしくじったら無論わしは生きてはいない。しかしお気にはみんなの心づくしはわしが腹を切っただけでは済むもんではないだろう。そう思うとたまらなくなるんだ。わしはいても立ってもいられなくなるんだ。あんたはんはそんな気の弱をしてやったんですか。星野の立てた千本という記録は大変なもんなんだ。そんなこと。いや、わしだってあの記録を決して破れないとは思わない。しかしまたどうしてもダメだと思う時もある。そういう時にお気にはみんなの心づくしがたまらなくなるんだ。
忘れてしまってました。いやすまんのはこっちだ。わしこそ何にも知らんですっかり眠り込んでしまって。ああこれはいかん。もうこんな時刻になったか。迷惑をかけてすまなかったの。釣りは詫びの印だ。ああ君どうぞ。迷惑をかけてすまなかった。帰る。そうしやす。小松屋はんでもきっと心配しておいやすことどうしゃろ。大丈夫、誰でもおいしません。今夜のことは一時の気の迷いやと忘れてしまいましょう。しかしそれはそうかて何とかせんと大変なことになりますよ。そう言うてこいつはおかみさんに相談するわけにもいかんことやしな。大八郎様はまさか。甚兵衛、お前ご一緒じゃなかったのか。へえ、それがその。今日は何本お通しになったんだい。へえ、確か7900本でした。昨日は8100本だったわ。どうしたのかね。お体の具合でも悪かったんじゃないのか。いえ。別に、それがその…どうかしたのか。いえ、何にも。何か私に隠してることがあるんだね。とんでもない。大八郎様は…お帰りやす。あ、お帰りやした。お帰りなさいませ。ただいま。何？大八郎がこの家に？ほう。それ本当は？散々探しあげて諦めて帰ってきますとあいつのこのことこのうちの裏口から入っていくじゃありませんか。いやいや探し物というやつは得てしてそんなもんさ。どうやらこれで星の氏に対する顔も立ちそうですな。し気をつけろ。壁に耳ある例えだ。大八郎呼び出せ。おかみさん、大変です。なんで騒動し。大八郎様は呼んでこいと言うて。どうなったの？二階のあのお武家衆です。大八郎にさっきの肩をつけようと言えばわかる言うて。あ、私が参ります。何を言うじゃんの。そのとこおかみさん行ったらありまへん。私が行きます。相手は魚じゃありません。へ相手はわしを呼んでいる。女のその方が言ってはわしが卑怯者になる。呼び出される覚えは終わりなんですか。この家の主人でございます。ただいまは何か女などに用はない。大八郎を出せ。どうせ見届けた上のお呼び出しでございましょうからいないなどとは申しませんが、あの方は当家の大切な預かり人でございますから、御用向きの次第をよくお伺い申し上げてから。用の筋は大八郎がよく知っている。当人はまだあの通り子供でございますから、一応私からよくお伺いいたしましてから。大八郎を逃がす暇でも貸
せ口でしゃべってるのかもしらんが、それは無駄だぞ。抜かりなく見張りはつけておいたから。おい、呼び出せ。おう、大八郎。武士の呼び出しに対し女を出して逃げ隠れするとは何たる卑怯者だ。恥を知れ。走りてめえ。辛抱しやす、辛抱しやす。あんなもんに手を出したら飽きまへんに。何倍どやかて、めって女に向かって刀を抜かしまへんやろ。ここんとこはおかみさんに任しとけ。話せ、卑怯者と言われて黙っていられるか。まあ、それで、どのくらい差し上げましたら。何？貴様何言うんだ。無礼を申すと女とて容赦はせんぞ。それでは何のためにあんな子供に喧嘩など。バカ、手を出したのは大八郎じゃ。何のためにわさ大八郎様を付け狙うか、それをあなた方に頼んだのはどの辺の方か、わからないほどバカでもないつもりでございますが、ともかく何にも申さず、あちらでお出しになるだけは差し上げますから、このことからきれいに手を引いていただけませんか。先生、こいつは切らんといかん。というのは、それが本当だという証拠でございますね。うるさい、拙者はただ無礼打ちにするだけだ。おい、待て。なかなかご盛んですな。先生、こやつ最前からこの部屋で我々の話を立ち聞きしていたんですぞ。こやつ、切らんといかんですか。よく人を切りたがる御仁だ。立ち聞きと言われるが、別に聞こうと思って聞いたわけではない。野中の一軒家ではなし、部屋がこのように続き合っている旅籠で、あんな大きい声を出されれば、つんぼでない限り嫌でも耳に入る。ことに貴殿の声は大きい。現にそちらの先生に、先ほども壁に耳ある例えじゃと戒められたではござらんか。それまで聞いたか。生かしてはおけんか。どうしても切るというなら仕方がない、切られもしようが、まあ、とにかくその前にそちらの先生にお目通りをして。初めて御家申す。拙者唐津官兵衛と申す者。もっとも大抵の人は唐津官兵衛と言いますが、拙者はどちらでも結構。時にこの御仁貴殿の御門弟らしいが、どうしても拙者を切るとの御意です。拙者も黙って切られるわけにはいかんから、お相手をする。しかしこれが間違って拙者が勝つとする。間違ってですぞ。ここにおられる方々が同門のよしみ、捨てても置かれず拙者を打つことになるでしょう。すると拙者もお相手をせねばならぬ。これがまた間違って拙者が全部をやってしまうと。いや、ふざけだ。だから間違ってと申し上げてあるではないか。すると今度は貴殿が門弟どもの仇を討つために立たねばならなくなる。これがまた間違うと申される。おそらく。逃げ、立ち。そう、お互いに死に急ぎすることをござるまい。それから貴殿たちを抱えたその星野とか申されたな。それではやっぱり貴殿たちにその大バカ者に一言ことづけよう。とはいうものの、貴殿たちはみんな拙者にやられてしまうとなると、これはちとも無理な頼みということになるな。お前と申そう。ここは何分狭いし、宿にも迷惑がかかろう。表でお待ち申す。大八郎さん、お待ちやすと。お待ちやすと。寒い、みんなここへ出てこい。大八郎は卑怯者ではないぞ。
ああいうところを見るとまだ無邪気な子供だ。立ち会いはなさらないのでございますか。うん、うん、やめた。子供一人にみんなを立ち向かわせて。おう、戻れ。置いてはおらん。みんな逃げたよ。拙者剣舞は知らんから一人で立ち会いはできん。あなたは一体どなたです。唐津官兵衛。あなたは一体何と思ってこんなことなすったんですか。何と思ってと言っても降りかかる火の粉を払いのければならんでの。いけなかったか。はい、迷惑でございます。迷惑、拙者のしたことがか。はい。しかしあのままで言ったら、せっかく私が考えついてしようと思ってたことをめちゃめちゃにしてくださいました。その方をあれたちに切られるつもりだったの。なるほど、気の強いおかみさんかお嬢さんかだよ。おかみで結構でございます。ここで私が切られさえすればともかくお調べがあったでしょうし、どうにかなったはずでございます。それをあなたがこんなことをしておしまいになったために、これからどうすればいいのか見当がつかなくなってしまいました。あいつらのことか。そうです。これから危なくて大八郎様を的場へ通わせることさえ心配になってまいりました。拙者が守って信じる。あなたは一体。宣告も言った。唐津官兵衛。何のためにそんなことなさるんです。その方が今こんなことになったのは拙者のせいだと言ったではないか。あるとは知らず、そして彼らがその手先であるとは夢にも思わず、むしゃくしゃしていた紛れにこちらから手を出してしまったくらいでした。カラス様にさばいていただかなかったら、おそらく彼らの計画通り片腕ぐらいに傷は負わされていたに違いありませんでした。改めてお礼を。ああ、おみさん。お久しぶりだな。お母さんお出しようですか。はい、おかげさんで。おかみさんはおいでですけど。お嬢さん、ちょっと奥へ案内してあげてんか。さあ、どうぞ。野田八郎殿、これから貴殿の的場へご案内くださるまいか。拙者も少々弓をたしなむので、一度拝見方々。肩慣らしでもさせていただこうと思っていたのだが。願ってもないことでございます。国表のお師匠様の手を離れましてから5年の間、毎日ただ一人で的に向かって弓を射続けてまいりましたが、折につけて共に弓を語ろうお方でもいたらどんなにか慰められたことであろうかと思っておりました。むさ苦しくなっておりますから失礼して一足お先へ参って。では頃を見てお伺いいたしますぞ。こんなこと申し上げてよろしいのどうしやろうかと、ずいぶん迷いましたんやけど。いいえ、それどころか、おかげさまでいろんなことが分かって。大八郎殿はいませんぞ。的場へ参られた。的場。まあ座って話そう。では私、お話とおっしゃるのは何でございましょう。大八郎殿を捕まえて何というつもりだったの。あなたの知ったことではありません。いや、ところが知っている。少なくとも柳茶屋の娘が知っているぐらいはの。散々厄介になっておきながら今更心づくしが苦しいなどと
何という恩知らずの話だと決めつけるか。まあそういう理屈もあるわけだの。私があの方に恩などということを口にするぐらい筋違いなことはございますまい。それと同じにあの方のそんな遠慮も筋違いだと思います。いや筋は通っている。まあ、ただそれがその方には分からぬだけだ。お屋敷で2年ここへお連れして5年あの方を育てた私に分からなくてあなたに分かることがあるとおっしゃるんでございますか。そうだ。それでは今まで私が勤めてきたことはみんな何の役にも立たない無駄だったとおっしゃるのですか。大八郎殿は投資家を成就しなかったらそうなる。そして今のままでそれがなるとはいくらその方が負け惜しみが強くとも言えるものではなかろう。それではどうしろとおっしゃるんで。拙者の言うことに従って拙者のすることに助力すること。そうすれば必ず投資家はなりますか。なる。約束がおできになりますか。武士に二言はない。一体あなたはどなたですか。唐津官兵衛。はて物覚えの悪いお人じゃ。にしておこう。いや立派なものだ。さすがは噂大右衛門殿のご子息。この姿を地下の大右衛門殿がご老じられたらさぞ。大八郎様はまだ人前で一度も弓を引いたことがおへんので投資家の日には上がってしもうて普段の力の半分も出せへんのと違うやろうかとそればっかりいつもご心配になってやはりましたが唐津様の前でこのくらいお出来になったんやからもう大丈夫。気になるものは一つもおへんやろ。唐津様、唐津様、あの星野勘左衛門殿をご存知ではございませんか。さよう。この目で彼の顔を見たことはござらんが知らん中でもござらん。何か星野は。あの方の腕はやはり並ならぬものでございましょうな。いや大したことはない。あなたは私の気をくじくまいと思ってそうおっしゃるのです。本当のことをおっしゃってください。私はまだまだあの方に及ばんのでございましょう。なぜ星野のことをそのように気になさる。貴殿の相手は星野ではない8000本という数だ。その数さえ通せばいくらここでその数を通しても不安で不安でたまらないのです。負けぬと思えるようになったらどんなにか。そうか、今日も的場へ行っているのか。いや、それを聞いて安堵いたした。その気組みでは投資家も必ずなるであろう。私もそのように信じております。この上は例の浪人どもの無法によく備えて大八郎を守りさえすれば。はい、それもこれ聞いたるものつけていると申すか。はい。大八郎殿、どうです。近
近いうちに一つ拙者と競い合を通してみませんか。それがお願いできたらと、実は今日も甚兵衛とそのことを。ほんまによろしおしたな、大八郎様。拙者を星野と思っておがりなさい。それは無理です。どうしてもあなたは私の敵とは思えそうもありませんから。大八郎殿。はい。振り返ってはなりませんぞ。甚兵衛も。つけているのは二三人。大したことはない。拙者が引き受けるから、宿へ先へ帰っていなさい。それはいけません。彼らは私を狙っているんですから、私が。とぼけたことを申すな。今はその身を、大切の上にも大切にせねばならぬときと知らんのか。そのぐらいの心のたしなみがなくて、投資者を試みようなどとは、もってのほかの不正なものだ。はい、すいません。では、お任せして帰ります。丸に閉塞の門所と聞いたが、まさかと思ったのにやっぱり兄上か。兄上、お人違いなさるな。不肖星野勘左衛門、かかる卑怯な振る舞いをする弟なぞ持っておらん。兄上、拙者はご承知の通り、兄上に似合わぬ出来損ない。何をしようと卑怯などとは思いません。拙者は星野家の家名を守るだけです。これが星野の家名を守る仕打ちか。兄上の知ったことではないからいいでしょう。自分の勝手でやるだけです。兄上がせっかく打ち立てた星野家の家名を打ち交わしにかかる者をどけるだけです。それも別に命を取ろうというんじゃないですから。それが恥ずべきこととわからんのか。カズマ、それは亀を守ることでなくて汚すことだ。そんなお説教は、拙者には馬の耳に念仏であることは兄上もとよりご承知のはず。あれほど自慢の日本総一の学校を下ろされたら、母上がどんな気持ちにおなりになるか。それだけでも拙者はあくまでやりますよ。二度とこのような真似をしたらやむを得ん。亡き父上に代わって勘左衛門がその方を切る。兄上に切られるのはごめんですが、やることだけは断じてやりますよ。私は兄上のように家名を上げることはできないのですから、せめてそれを守ってお目にかけます。手はいくらでもありますからね。しかし兄上、一体何のために和佐大八郎をかぼうのです。己ゆえに父を亡くした孤人に同情を寄せたというわけですか。カズマ、その方と拙者は同じ血を分けた兄弟でありながら、どうしてこう違うのであろう。その方には分かってもらえぬことかもしれんが、同情されたと言われた大八郎殿の名誉のために一言言っておこう。拙者はただ投資者のためにやっているだけだ。自分の投資者の額を下ろすためにですか。投資者は拙者のものではない。そしてまたおそらく和佐殿のものでもないのだ。その方には投資者が挙げる額の名誉が分かった、その意味がわからんのだ。その通りです。兄上、私は星野家の名誉だけがわかる。その他は第一わかりたいとも思いません。こんなにお帰りの遅いわけはない。いや、私の
ために万一のことあっては申し訳ない。行ってくる。どこの誰かまだはっきり分からぬ人。あの方は父上の話をした時に泣いておられた。あれこそ男の涙だ。唐津様がお帰りやすとして。お帰りになったか。大八郎様とお話をなさっておいでよって。そう。唐津様ってほんまにご立派な方とせやな。そうだね。まだお一人だっしゃるか。さあ、奥様がおありでしたきっとおきれいなお方とっしゃるな。そうだろうね。上がっているようで変です。いや、そんなこと。大八郎殿。はい。貴殿は父上が何故お腹を召されたとお考えになる。身の不面目を恥じたのだと思います。拙者の考えは違う。と申されますと。不面目とは自分の持っている力を出し切れなかった強打を言う。父上は全力を出し尽くされた。不面目ではない。では藩の名誉のためですか。それはある。しかしただそれだけではないと思う。拙者は父上は当主家の厳しさに準じられたのだと思う。大八郎殿、当主家は数を競う子供遊びではないのですぞ。あれは弓道に命を捧げる者らが元に伝える一律かだ。あの記録は人間は努力すればここまでやれるということを後から来る者に示すものだ。その記録に達せぬ者は己の不勉強を恥じねばならぬ。先人の達した者を後から来る者はそれを乗り越えねばならぬ務めがある。この記録を立てるために立った者はそれが失敗した場合、
死んでそのことの俊厳さを保たねばならぬ。貴殿が今なされようとしていることの意味の重さがお分かりか。分かります。今こそ分かります。分かったら必ず成し遂げねばなりませぬぞ。必ず。唐津様、ダメです。私はダメです。確信がつかめないのです。なぜだ。星野勘左衛門が怖いのです。お武家様がおかみさんにお目にかかりたいと申して玄関においでどす。当家の主人、キムと申しまして。尾州藩士、星野一馬でござる。ご用とおっしゃいますのは。当家に兄星野勘左衛門が滞在いたしおると聞き知って会いに参ったのだが。星野様、いかなる事情か唐津官兵衛と変名しているとのことじゃが。その方でしたらどうぞ。ご舎弟一馬様がお越しでございます。兄上、母上様昨日有馬よりご到着。兄上がこの旅籠にご滞在と聞かれるは、寸事も早く呼んでまいれとの仰せで、一馬お迎えに参上いたしました。大八郎、それであなたは本当に。Thank you.
すみませんでした。何が。私が至らぬためにあのような人をあなた様にお近づけして申し訳ございません。そのためにあなた様のお心を傷つけて。傷つく？なぜだ。誰があんな奴のために心に傷などついてたまるものか。大丈夫だい。なんだあんな奴、卑怯者。誰が当初もいよいよ当たんな。何しろあれから後というものは部屋から一足も出やはらへんし、わしらどころかおかみさんにまで口もろくろく聞かはらへんねやからな。もっともあれほど人を言いやはった人にこんなどんでん返しを打たれはったんでは無理もない話やけど。そうや。尾州の歯科屋敷からお疲れどっせ。尾州久々にて母上のお手前結婚にいただきました。勘左衛門、有馬でちらと噂に聞いたが、今度わさ大右衛門殿のご子息が同志屋に立つとのことは本当のことでございますか。そのように承りおります。そしてそのお方のお腕前のほどはまたお聞き知りかの。あ、若年に似ぬ腕と聞き及んでおります。その方がそちの八千本を破ればこの日本総一の額は。わさ殿に代わります。私がわさ殿の父上の額を下ろしたと同じように。母上。いえ、何でもありませんの。これが武士道の習いでしょう。ただ楽しかった月日があまり短かった気がしてのう。兄上、ちょっとお話申し上げたいことは。大八郎殿に試合を申し込んだと。お気味になるなら今度はご辞退申し上げません。その代わり私の命にかけてこの試合だけはおやりください。試合に出れば必ず兄上は勝つ。そうすれば気の弱い大八郎、おそらく投資屋は諦めるでしょう。私の命で母上があれほどご執着の総一の額が守れたら、出来損ないの拙者には満足な大往生です。大八郎殿はもし受けたらわしもやろう。おやりくださる。ではこの試合をお受けなさいますので。彼との競い合いはすでに約束が交わしてあったのだ。約束。Thank you.
得ゆえ。お殿様、申し訳がございませぬ。私が至らぬばっかりに大八郎様をこのようにお苦しめ申し上げて、もしもの場合は死んでもお詫びがかないませぬ。お守りください。を取ってるんだから、何しろこれはわしにとっては大切な飯の種だからな。わしもね、こいつだけは見逃しちゃならへん思てね、朝暗いうちから起きて出かけよう思ったら、かかあのやつどうも今日あんまりそうやと言うやおへんか。ほんまに困りましてな、明日まで我慢せえちゅてどないつけてきたんだって。労働者のご隠居さん、今日の投資屋は。いや大丈夫やと思う。なんで先頃勘左衛門と試合して見事に勝ってはるもんな。そうだってね、卑怯なやつはおへんか。その星野って男は、え、尾州の機械屋敷へ大八郎藩を引っ張り込んでやったやそうだな。これでやっつけてしまうて今日の投資屋を諦めさせようという企みだって。負けんの当たり前でこそがな。ほんまにいいな。
どうや、昼飯にならぬうちに5000本や。大したもんや。大八郎殿、すでに5000本通された。ほらで手休みなされてはいかんかな。ありがとうございます。じゃあさよういたしましょう。あんまり詰めて後が続かんといかん。ここらが休み時や。あいや、おわさ殿、待たれ。今ここで休むとは何事でござる。このように参観せられる諸家の方々に対しても礼を書く。そのまま続けられてはいかがでござる。何言ってんねん、ひょうなこと言わんとけ。このまま休ませんといて大八郎さんを疲れさせよう思ってんねやろ。そやそや、そやそや、控えやぞ。星野殿、どうや、小釈やん。大したもんやおへんか。昼飯前に5000本。もう大丈夫や。星野の8000本にあと3000本やからな。それは大八郎様に闇試合を申し込むようなやつですかね。あれぐらいのことも言いかねんのは当たり前やが、あれかて武士の端くれやおまへんか。恥十文知らんね、恥十文。それでもあまり長くお休みにならない方がいいような気がするんだけど。大丈夫、お出になったやつって。ちゅったら一歩や二歩のはずやがね。出やちゅねん。ご用でございます。私をお笑いになりたいのでございますか。お絹殿、大八郎殿は休んだから体に凝りができた。こうなるに決まっていたから摂取も止めたのだ。すんまいって大八郎殿のここへ。小刀でも郊外でもいい、突き立てるのだ。そして凝り地を取るのだ。いいか、その傷跡へこれを塗ってよく縛ってあげなさい。気が静まったところで星野勘左衛門を破った者ができないわけがあるかと励ますのだ。自分の持っている力を出し切れずに破れるのが不面目というのだ。父上の死をさらに怪我すぎか、そう言ってやるのだ。分かったの。
早よ参られ。星野様、先日の試合はあなた様のあの約束だったのでございますか。拙者は決して大八郎殿に勝ちは譲らなかった。はよ参られ。当社は成就いたします。じっとしておいでなさいませ。おきみ殿、何を。おかみさん、もうダメだしゃろうな。あかんかもしれへんな。大八郎様、わかりましたね。お前のおかげだ。お前のおかげだ。私なんか、
おめでとうさんです。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 よろしゅうしたな。ほんまによろしゅうしたな。おめでとうさんです。なんでした。みんなお前たちのおかげで、みんなお前たちの心尽くしのおかげだ。立派なお方でした。